皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はステラリスのファミ通紹介をしていきたいと思います。宇宙空間で自身の帝国を繁栄させていく SF ストラテジーのゲームです。広大な銀河の探索、内政で国力を高めて、公害や戦争で敵勢力を駆逐していくゲームです。戦闘はビームが飛び交う大規模な戦艦船が見られて、 SF ファンにはたまらないシーンがたくさんあります。そうですね、まあ戦艦船といえばやっぱりあれが有名ですね。スターウォーズが有名ですね。あと戦艦船、あの星のカービィのアニメでもあれでしたね、あの戦艦ハルバードでナイトメアの本拠地に向かおうとする戦闘もなかなか熱かったですね。まあそれとは別にロボットで戦うというのも結構あったりしますね。まあそれはガンダムシリーズしかり、あとあれですね、あの頑張れゴエモンシリーズでもロボットを使いますからね。まああれは一応からくりということになってますけどね。一応あのインパクトは25メートルあるようですね。まあすごいでかいなって思いますけどね。まあ結構同じ数値の重さとか身長が同じこともあるんですよね、ああいうタイプのロボットって。というわけで今回はこの辺でステラリスのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。